おはようございます、びわこです。さあ本日はですね、なんかねすっごい人がいっぱいいました。ライブガーデン小山木沢店さんから本日2回目のなんとスターの海谷慎さんがいて、今まで喋ってたんでオープニングを撮るのを忘れておりました。急遽撮っております。まあ多分皆さんスロットだと思うんですけど、私は変わりなく、あそうだ、お金下ろしてんわ。今財布の中1万5千円しかないんですけど、とりあえずどうする、下ろしてからする、行ってみる、初編チャレンジで、とりあえずそれで、今日は戦えるように頑張りますので、今日もご用意しようしてください。じゃあ並びます。あ、いいね、いいね、はい、始めます。今日は初当たり4回チャレンジ。嫌いなものから先に食べるタイプなんで、ガタガタ言っております。そう、メッシいない、1だとちっちゃいな。まあ今赤さも入ってますので、全長が来たらスーパーリーチなんで、まあそれを待ちましょう。なんかねコメントでね、なんかこのコメントおもろと思ったのがあったんだよね。ああそう、これが嬉しかったんだ。初コメ、琵琶湖さん頑張ってくださいね。舞穂の大見する常連さんも琵琶湖さんの動画を見ている人多いですよっていうコメントいただいたんですけど、嬉しかったです。コメントは大体見させていただいておりますので、本当にいつも書き込んでくださる方、視聴してくださる方、本当にありがとうございます。もうそんだけ長いこと売ってんだから、センサーの位置ぐらい覚えろみたいなのもありましたけど、確かこの辺なんだよね、これだよな、違うんですよ、手が汗ばんでて反応しない時あるんですよ。なんとか2万円で当たります。でもね、本当は今日1万5千円やと思ってたんですよ。5千冊だと思ってたのが1万円冊だっただけで、ちょっとなんか勝ったような気分になるのは気のせい。中の中かな。あ、来た、一撃、あまた外すわ一撃。なんでいつも一撃外れんの、これ魚群やろう。分かり合えへんわこのモード。1万円がなくなった、残り1万円いけるのか。おい、でもまあ笑ってます、笑ってられるのはホールの隣にコンビニがあるっていうのがなんですけど、昔ねあれ何の騎士やったかな、シンドバッドアドベンチャーか吉宗かどっちか忘れたんですけど、天井までもうちょいっていうところでお金尽きたんですよ、滋賀県でね。でその当時コンビニっていうのがホールに ATM がなくて、でああもうと思って原付乗って、まあ、近くの銀行まで行こうとして、40分だから、まあとりあえず急がなって思って帰るときに、なんかやったんですよ、私、道路交通法違反を。何の罰金取られたか覚えてないんですけど、
でまあなんかいろいろ書くじゃん、なんとかなんかいろいろ住所とか書いて、うわーと。でもまあ戻ってまあ台打ってたんですけど、足りました。あの頃の私、足りなくても大丈夫、大市行けばいい。ただ道路交通法はちゃんと守ろうね。ありがとうカニ。こんなお前さん、こんな顔してましたよ。悪い顔してましたよあいつら。12,500円足りました。おろしに行かずに済んだ。まあこれで逃げ切れるとは思ってないですよ、もちろん。頼むぞって、よし。あ、ちょ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 、よしよし、いいぞ。あー、満月だ、満月だ、満月だ、満月、そう、一撃。あー、連打か。割れろ。いや、満月になれば、あ、たたた、あかって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 、満月、もう、だからこのモードあかんねん、いつも。あ、来た、満月。あ、そうそうそういうの、そういうの、いいぞいいぞ、いい子、おりこりこり、おりこさんね。だからこの間は当たれば確変と。沖縄モードでハイビスカスが開いてるぞ。あ、当たった、当たった、危ない、残り4つ危ないぞ。2、3、あ、しょ、あ、チャスメン、あ、いいぞいいぞ、3、下から熱い、当たれば確変。星一撃必殺モンドさん、でかいよ。あ、いや今の当てなあかんか。あ、でも天満やったからラグーンやったら、あー、そっか、泡やったんか。でも1キロやったら当てたいよね。あかん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 。しかもノーマル。おーしよしよしよし、楽しませてくれるね。純明、あ、そうそう、純明ね、はい、ありがとう。この間は大丈夫、100人乗っても大丈夫、稲葉の物置100人乗っても大丈夫。だから満月状態でロング変動になったら、うわっと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 、赤赤赤、いい位置、いい。あ、やばい、これ該当してる。物置潰れた。マジ許さない、この物。ああ、あの1級当てたかったな。じゃあ、ですね、時短からは通常なので、うん、モード変えます。あ、スーパーリスですね。読み少なめ、ピックバイブ出やすい、以上です。
ああ先読みや。ああ星かよ。これは泡っぽいよね。泡っぽいって言いつつ魚群やんって言いたかったのに。そらそう。まあいいでしょう。この時のねディレクターがね B 型肝炎かなんかを患ってた。 A 型肝炎か B 型肝炎か忘れたけど、字小さい、字が小さい。確かね今ねビッグプレミアム多めにしてた。まあ前回も言いましたけどちっちゃい台にしてて多めにしてて大き血が大きくならないときは大体まあまあ外れるんやけど、どうでしょう。ありがとう。いや君の機種ねこれから出るも出ます。今日なんかあれだね、割と変わったあたりで2発目、アトランティスクリア、助かるわ。ありゃなんもないね。またや。泡ですよね。だよね。脇狭いよね。マリンちゃんもブラジルへ行く？教えてあげるよ。今日ダメだね。まだ逃げ切れてないと思う。 ATM チャレンジから惜しい。やっぱねダブルでやったの転廃してこないとダメな気がするんだよな。あかんかったなこの時短。割とゲの中かも。ゲの中惜しいね。今日はシグモメ泊まりたい開会。ほらねやっぱなさっきの時短めっちゃ波やるかったもんな。もう分かっちゃうのが悲しい。っていうか今日魚群見てないんだよな。やばい3000発切った、危ない。おお先生、ああああ本日初の音符先生が、いやちょっと波変わったかも。300で、音符先生来ました。350までが勝負どころ。なんやっぱね音符先生はね波がなんか変わったよとかそういうタイミングで出るイメージがあるんですよ。入れます。心地 100% ひっそりではない。5000発が飲まれる。なれなれなれ、ここでなる。これはね
ハンドパワー危ない、200個残る、200個で当たった。いや、こんなことあるんですね。こんな、そろそろ3連。あ、傘を切ろう。あの、一発こっち入れてるから。現状ノンカス、ノンカスタムです。もう超ここ、よっしゃい。あー、まただ。もう絶対魚群でやんやろこれ、絶対わやで。もう言って、ここここいらん、ここあかん。よし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 。今日割と為替高太郎よね。何も言うてへん、何も言うてへん、こうしただけ。今ダメだ、グバイブだけね、安にします。よろしくお願いします。あ、うわーみたいな感じになりがちやけど、あれ、お尻まで、あった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 、あ、1回か。4はいいよ。あ、木桜だ、木桜ドン。しかしまだ魚群は見れてないっていう。では聞けてねからデート誘えって、大丈夫だから。そう、あ、違う、ご飯ぐらいいいご飯さってやったら言ってくれるって。もじもじくんや、この台、いわゆる装飾系っていうんですか。あのね、教えてあげるよ。そのやっぱね、振られて、人は人に振られることによって人間力は大きくなるんですよ。人の痛み、心の痛み、それからその優しさとか、大人の一歩だから振られることっていうのは。失敗は成功のもとって言うでしょう。人間はね、失敗してそれを学んで大人になる、いい男になる。いい男にな、いい男は大体振られてるから。ああ、終わってしまった。いや、ほんとよ。わかったってきました、わかったって。そういうこと。傷ついて人間は強くなる、うん、振られたからってあれよ、別に振られても、ね、命までは取られないから。
同時停止からのセイ、告白していこうねえ、脇も剃っていこう。告白しなさい。もう泣いたら、振られたら私が抱きしめてあげるから。時短中の告白はなしでございました。とりあえずこのモードでいます。まあもしかしたら朝一のクリスタルの一撃が魚群だった可能性はありますよね。あ、それぐらいかな。まあ見た目上はまだゼロ回なので、8位よ。ダメダメ、くなくなくな、あ、もう攻めて乗れよ。だからやっぱりまだ装飾ですね。攻めて乗れよの言い方もあれですけどね、私だ、あれじゃない、スーパーリーチで言うと好きですって真ん中で言って向こうが OK したら止まる。で振られたい1個満個、手前はまだ好きですって言えてないわけじゃない。そうだ、だから魚群は絶対告白ってことなんだ、手前がないから。いやーいいね、今日も私冴えてる。マジか、今日変わったあたり多いですね。まだ少女か、今度こそ確変中でもいい。わかんないね、海って、カニプレミア、あ、それでシグマメ、ノーマルビタ、ノーマル再始動、ね、今回転開始一発告知。普通の当たりがないっていう。しかもなって3シングルってね、次こそ魚群を。100% じゃないですよ、本当に。なんでこんなんでやんねやろな。もしかして中の魚群の、お、中の魚群の人たち今日休みなんすかね。111番台だから、あー、美和子さん当たりフラグ引いてはるわーい、あ、じゃあシグマメ出してしまえって中のおじさんたちが言ってる気がする。
けど、この台のこの初当たりの取れ方がちょっとやっぱ変わってるから、なんか、あこういう出方するんやっていうのは勉強になりましたね。チャンス目、チャンス目来て、ビッグバイブ来て、アワーで、よー、どうだーみたいなのとか、なかったじゃない、この初当たり、1、2、3、4、5回か、5回。深いわ、うんって。頑張った。マジで 100% じゃないよね。うん、50% だわ。告白しましたね。ごめんなさい、サザ、いいでしょう。よく頑張った。言ったことが偉いぞ、偉い。仕方がない、取られたもんは仕方がない。男らしかった今のは。よかったぞ今の魚群は。偉かった、お母さん褒めたい。素敵よね、やっぱり青春よね、告白って、うん、まあ誰も彼もが好きみたいな話じゃなくてさ、この子やっぱりこの台111番台、魚群が出ないとかやっぱ自分から好きって言えない子じゃない。それがやっぱり今勇気を出して好きって言ってくれたことが、お母さん嬉しかったぞ。今日はなんかハンバーグにしてあげたい。ちょっと胸熱よね、うん。さあ、うん、そうよね、そうよね、そうなるよね。飲まれた。はい、実戦終了しました。最後ね、海は新カットイン出ましたけど、あれの人が44歳なんて信じられませんね。若いしかっこいいし口は悪いですけどね。いつか梅ちゃんと一緒に海を打ってみたいなと思う今日この頃でございましたが、残念ながら力選手負けてしまいました。ただ追い金せずに済んだのが良かったなと思うんですけども、次回はね、魚群出して告白成功まで持っていけるように頑張りたいと思いますので、次回も見てください。あー惜しいね。惜しい、地球サーだよ、サブ。そんなわけで、波物語シャープいくつか知りませんけども、いつもありがとうございます。チャンネル登録、チャンネル高評価、通知なんちゃら更新通知もよろしくお願いいたします。では分かります。本日もどうもありがとうございました。さよなら。維新電信海足。